スパークルを支える技術ということで、午後、まあ、主に多分スパークルに関わる話が多いと思うんですけど、そのスパークルを前提、スパークルを勉強するため当然その前提として、まあ、RDF の知識とか、その元になっている URI の知識とか、が必要になりますね。あとはまあソフトウェア的にはトリプルストアの使い方とかも出てくるんですけど、今回ちょっとハンズオンとかしないのでそちらはしませんが、基本的にこの今の時間で、RDF そのものについての紹介をしたいと思います。さっきでも質問出たあのクワッドの話は出ませんいきなり結構初心者コースだったのでさっきの質疑とはすごいレベルの高い話だったのでビビりましたが、はい。で、スパークルを、支える技術というところで仕様として、まあ、よく出てくる、まあ、特に重要なのがこの RDF ですね。で、あと RDFS というその RDF の、まあ、これ自体 RDF の、まあ、技術ですけども、その RDF のスキーマを書くための語彙、それからさらに、それよりも高度なオントロジーを書くための語彙として、AURL というウェブオントロジーランゲージっていうのがあって、でそれとあと検索のためのスパークルという言語があります。あと一方でこれら仕様ですけども、それ以外にソフトウェアやサービスとしてはそのトリプルストアとか RDF ストアといわれるあのデータベースマネジメントシステムですね、その RDF を実際にロードして、検索をするためのソフトウェアとか、あとインターネット上には、そのスパークルを検索するためのエンドポイントと呼ばれるサービスなんかが提供されています。先ほどの DBpedia なんかでもスパークルのエンドポイントっていうのが公開されていて、皆さんネットにつないでいればそこにアクセスしてそこでスパークルを書くことで、DBpedia の RDF に対して結果を、検索すること、いろいろな問い合わせをして検索、欲しい結果を得ることができます。でここでは主にそのこの中の仕様の中の RDF について、多分一番基本的なところから説明します。ちょっとさっきの、まあ講義の中でも RDF が出てきたと思うんですけども、で、もしかしたらそもそも昨日の統合の日、昨日突然の統合の日に参加されてた方が、わりかし参加者の中では多かったと思うので、RDF の基本は知って、もう知ってるよという方が多いかもしれませんけども、一応、最初からお話をすると、RDF っていうのは、リソースの、さっきも出てきましたが、リソースの、関係を記述するための、まあ、フレームワークということです。ですので、その RDF 自体は、そのもの自体はフォーマットではなくて、この考え方みたいな部分ですね。で、コーフレームワークなんですけども、この主語、述語、目的語という3つの要素の組み合わせでできています。で、その主語、述語、目的語、これ英語で言うと、サブジェクト、プレディケート、オブジェクトというふうに言ってます。で、それぞれに、主語になれるもの、述語になれるもの、目的語になれるものというのが決まっていまして、主語には、URI かまたは、後で説明しますけど空白ノードというものがこれます。で、あ、これちょっとスライドが間違ってるな、今書き換えます。ここ IRI となっていますで、とりあえず URI です。ちょっと説明が前後します。こっち先しようかな。さっきからリソースという話が出てましたけども、基本的にはその RDF っていうのはいろんな情報をネットの中に持っていこうという話だったと思いますけど、そのための識別詞として、URI というものを使います。で、この辺はその、どの言葉に馴染みがあるかっていうのは結構人によって違うと思うんですけども、もともとの URL っていうものがありました。で、それは、皆さんがインターネットウェブでインターネットを閲覧するときにはアドレスというものがありますけど、そのインターネットのアドレスのことですね。リソースのロケーションを指すための、はい。
URF。新しい。はい。もともとその URL というものが ありました。まあもちろんこれ自体今でも生きてる仕組みですけども。で、その上位概念として、まあ、URI っていうものがあって、これはその、まあ、URL っていうのはもともとウェブのアドレスだったわけですけども、それ以外に、その、まあ、もの、実際のものとかいろいろなものにも、一位な名前を付けたいということで、まあ、URN という概念が出てきて、で、もうその、すべてのものをインターネット上で一位に指すためのアイデンティファイアが必要だということで、上位概念として URI というものができました。だから、まあ、今普通にそのウェブを皆さんがウェブでリソースを閲覧する場合には URI というものと URL というものは同じようなもの、同じと考えてください。で、URI というのも、まあ、比較的、流通している言葉だと思いますが、そのさらに上位概念として IRI というものがあります。で、IRI というのはその URI を多言語化したものですね。ユニコードを使って多言語化したもの。だから、アドレスに、例えば日本語とかが使えるようになったものが IRI です。ですから、RDF っていうのは、IRI を使って、リソースの関係を記述するということが、まあ、フォーマルな説明になります。ただ、一般的にあんまり、まあ、これはかなり、まあ、個人差あると思うんですが、IRI っていう用語は聞き慣れない人が多いかもしれないので、主にはちょっと、今日は URI という言葉を使って話をしたいと思いますが、全部 IRI、正確に IRI のことです。で、戻りますけども、主語の位置に来れるのは、URI か空白ノードというもので、無名のアイデンティファイアがない、何かです。で、述語に、来るものは URI だけです。で、目的語には URI か、または、リテラル。リテラルというのは、文字列とか数字とか、そういったものですね。なんか、ネット上のアドレスがないような普通の情報がありますけど、そういうのはリテラルと言います。で、または、空白ノードが来ます。ですが、まあ、基本的にその、URI の3つの組み合わせで、RDF というものはできています。で、これ、まあ一つその例を挙げたんですけども、これ DBpedia から持ってきた例なんですけども、主語に日本っていうのが来ていて、ちょっと省略記法で書いていますけども、これ日本の、DBpedia で日本っていう、情報を指しているページと思ってくださいね。で、日本の、述語がこう首都っていうのを、述語にします。キャピタル。で、目的語が、また DBpedia の東京のページですね。日本の首都は東京ですと。こういうふうに、まあ、これ一つの RDF ですけど、こんな感じで情報を書いていく方法です。だからさっきその RDF はそのプリミティブな、まあ、表記法だというお話がありましたけど、まさに、まあ、非常にシンプルというか、誰でもすぐにわかりますよね。日本の首都はこんな感じで何でも書けるような風になっています。ただ、実はさっきの質疑応答でもありましたけど、実際に自分の何か表現したいデータがあって、RDF 書いていくときには、意外とこう、すぐ壁にぶつかるところがあるんですけども、まあ、ちょっとその話も後で少し入れますけども、基本はこの簡単な三つ組みで書いていくというのが RDF です。で、これは終わりました。で、その RDF は、その、まあ、この三つ組みで情報を書く枠組みですという話をしましたけど、でそれを具体的にそのコンピューターの中での情報としてどうやって記述するかということが出てきますけども、いろんなフォーマットがあります。で、ここで今紹介しているのは N トリプルフォーマットというものですし、さっきの、講義の中で結構出てきたタートルっていうフォーマットがありますし、それから一番最初に定義された RDFXML っていう XML で RDF を記述する方法もありますし、それ以外にも N3 フォーマットっていうのもありますし、JSON を使った JSONLD っていうものもあります。で、この講義では基本的に後ではタートルという、まあ、比較的人間が書きやすくて読みやすくて、かつ、シンプルな
表記方法がありますが、それをそれで説明していきます。ただそのタートルの、まあ、基本になるのがこの N トリプルフォーマットなので、一番最初に N トリプルフォーマットを紹介しますけども、これはもう非常に簡単で、これまだちょっと良くないな。何が良くないかというとですね、ピリオドが次の行に改行していました。で、そのものズバリで、3つの URI を、この鍵、何括弧って言うんでしたっけね、これは。この大なり小なりでくくる。HTTP から始まる URI を、この大なり小なりでくくったものが一つの URI になって、それを空白で区切って、主語、述語、目的語と並べて、最後にピリオドで終わると。で、これ途中で改行を多分入れたらいけないと思います。こういう、このもうシンプル極まりないフォーマットが、N トリプルフォーマットというものです。これによって、さっき、のスライドで紹介した、日本の首都は東京というものが、RDF で記述できています。もう、まあ、基本はこれだけなので、もう、フォーマットに関しては、N トリプルフォーマットに関してはこれで終わりです。で、次にそれを、タートルフォーマットで記述するとどうなるかというところを解説をします。で、タートルフォーマットっていうのは、N トリプルフォーマットをがベースになってるようなものなんですけど、それをどうやって省略していくかっていう、もっと簡潔に書いていくかっていう方法なんですけども、まず、皆さん気づかれたと思いますが、URL っていうのは結構長い文字列ですよね。で、大体その、最初の方のアドレスは全く同じ文字列が続いて、最後に何か、日本とか東京とか違うアイデンティファイアが来ますよね。だからそこは実際大きな RDF になっていくと、もうひたすら冗長に同じ文字列が続いていくことになるので、そこをどうやって省略するかっていうのが最初の部分、このスライドで説明しているところであります。で、そのためにそのプレフィックスというものが定義できるようになっています。で、この例で示しているように、そのファイルの先頭にこのアットマークプレフィックスって書いて、で、その次に、その、省略したい URI のそのプレフィックス、接頭辞と言われる部分の、を、省略するための文字列を、自由に定義できます。で、1行目の場合なんですけども、この http://dbpedia.org/resource/ という、URI の先頭の部分ですね。の部分全体をコロンという一文字で置換するのがこの最初の例ですね。だから、もしその、今、作っている RDF で一番使う URI があったら、このコロンにしておけば一番短く表現できますね。で、次に、もう一つ、この、首都という述語をここで使っていましたけども、それは DBpedia の中のオントロジーというもので定義されている、述語のこと、語彙があって、で、その URI としては、この http://dbpedia.org/ontology/ というような、URI 接頭辞を持つ、オントロジーがあるんですけども、これも文字列を短くするために、ここでは dbpedia-r という接頭辞を、プレフィックスを定義しました。で、この dbpedia-r とかですね、このプレフィックスは皆さんが自由に定義できます。だから、これだから、例えば実際あまり短く、それほど短くなっていませんけども、ただの、a とか b とかっていう一文字でもいいわけですね。ただ、プレフィックスを、いろんなデータ、RDF から、いろんなその、ネットの情報から RDF を作っていくと、いろんなたくさんプレフィックスを定義していきたくなりますけども、それが全部なんか A とか B とか C とか D とかだと、後でデータを読むときに、やっぱ結構読みにくくなる。記号、あまりにも記号すぎると読みにくくなるので、まあ一般的には、多少その、なんか読んでて、
思い出せるような文字列にプレフィックスを作っておいた方がいい、読みやすくなるから、普通はそうすることが多いと思います。で、このように2つ、今ここでは2つのプレフィックスを定義しました。そうすると先ほどの、N トリプルズフォーマットで書かれた RDF はその次の1行、このコロンジャパンで空白で区切って dbpedia-r コロンキャピタルで空白で区切ってコロン東京で空白で区切って最後ピリオドで終わる、こういうようなフォーマットになります。よろしいでしょうか。いろいろ一番上、すいません。よろしいでしょうか。で、この URI を、プレフィックスコロン、なんとかっていうふうに書くの書き方を、QName 記法っていう、多分 XML から来てるんですかね、QName 記法っていう記法があって、これをそういうふうに言うんですけども、そのコロンの前半部分を、プレフィックス、日本語では接頭辞とか言います。で、コロンの後半部分を、残り、URI の残りの部分ですね、それをローカルパート。で、日本語では丸。日本語の訳が、これがいいかどうか知らないですけど、ローカル部分という書いてあったりもします。で、コンピューターはこの RDF をロードした、データベースシステムの方では、このプレフィックス行を見て、この dbpedia-r コロンっていうのを単純にこのプレフィックスで定義された URI の部分、前半部分で置換するわけですね、中では。そうやって元の情報に戻すというふうになっています。で、その RDF っていうのは、一つ一つは、URI の組み合わせです。で、その URI と URI は、ある、RDF の目的語が、他の RDF の主語になり得ますよね。例えばここでは、ジャパンの首都は東京ですというトリプルが、真ん中に書いてありますけども、次にその東京を主語にしたトリプルがあるわけですね。例えば、東京都のホームページは、ここですとか。あと、その東京都というのはそもそも何かというと、RDF タイプという語彙で、シティですと。DBpedia の中でシティという、オントロジーが定義されているんですけども、東京というのはシティの一種ですというようなことが RDF で記述されていきます。ですので、この URI が続く限り、このどん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 新しい情報を付加していって、この全体としてこのグラフと言われているネットワーク構造を作っていくのが RDF のデータです。だから RDF はグラフモデルだという言い方をしますけど、こういうことですね。で、当然そのトリプルの目的語がリテラルな場合、例えばこの Japan っていう DBpedia のリソースの中に、そのラベルっていう語彙が上に伸びてますけども、これはその人間が読むためのラベルを付与するための述語ですけど、そこにはやっぱりジャパンって書いてあるわけですね。で、後で説明しますけど、英語でジャパンと言いますみたいな感じで、リテラルが定義されていますけども、リテラルは主語にならないっていう話をしました。ですので、この RDF グラフは必ず終端は URI か、リテラルになってて、リテラルからはもう次に伸びません。はい。で、次にその RDF フォーマットの次の省略方法を、ちょっとその最初に、1行、タートルで RDF を紹介しましたけども、次に、タートルフォーマットとし、タートルフォーマットでこの、ちょっと複雑な、グラフの絵を、書き下したのが、この左の、RDF のデータになります。よろしいでしょうか。後で、これ見れば、わかるぐらいのことの内容だと思いますけども、実際の RDF データはこういうふうに記述します。で、次からその、タートルフォーマットはいろいろな、省略する方法が準備されているので、そのやり方を説明していきます。今
まあ、で解説したのは一つだけ、そのプレフィックスを使って URI を短くするっていう、方法は解説しました。で、次に、順番、こっちだけします。主語を省略するということができます。で、例えば、この例なんですけども、日本、ジャパンっていうのが主語になってるのが、まあ、6回あって出てて、あ、違う、6回じゃないな。6、7、8、8回出てて。で、東京を主語にするものが4回出てます。で、これを、冗長なので省略することができて、この緑の背景になってる上の部分ですね。このセクションは全部日本が主語の場合ですけども、2行目からは、ジャパンを書いていません。で、そうするためには、その1行目の主語、述語、目的をジャパン、キャピタル、東京って書いてある最後の部分をピリオドで終わらずに、セミコロンで終わってください。で、セミコロンで終わると、次の、RDF の行は主語を省いていいことになります。主語が同じ場合に、主語が同じ RDF が続く場合はセミコロンで終わって、次、また述語目的語。で、またセミコロンで終わって述語目的語っていうふうに記述することで、主語の部分を省略できます。この下の緑背景の部分も同じで、東京に関する RDF が続いているので、東京は、1行目だけ書いて、あとは省略しています。まあ、こうやすることによって、まあ、割と省略が効きますね。で、次に、じゃあ、述語もそのさらに同じのが続くことがあります。で、ここで言うと、緑の、2行目の緑の背景の部分がその例なんですけども、この日本という主語に対して、こうラベルをつけます。で、ラベルにジャパンという英語のラベルと、日本という日本語のラベルがついていました。で、この場合は、その RDFS ラベルという述語が同じ行が2回続いていたので、その場合は、同じ行に書いても次の行に書いてもいいんですけど、目的語の次に、カンマを打って、で、カンマの次に次の RDF の目的語だけを書くと。そうすることによって、同じ述語が続く場合は、さらにそれを省略することができます。で、ここでもう一つ、ちょっと、述語の省略と関係ないんですけども、よく使われる省略記号を紹介しますけども、この1行目の緑背景の部分に、ア・ディビペディア・オール・カントリーって書いてありますね。で、これ、実はその、もともとは RDF タイプっていう述語を使ってたんですけども、この RDF タイプっていうのは、よく使う語彙ですので、ア・ A っていう1文字で省略できます。でも、この心なんですけども、これは、ジャパンっていうのは、まあ、カントリーですよね。で、英語で言うと、まあ、ジャパン is a country っていうふうに、まあ、書きますけども、まあ、その is a のあです。is a のあっていう、まあ、英語的な記法から、この省略記法が来ています。だから、いろんなものは何かの部分になってると思うんですけど、その時にこのあっていう、省略記号を使います。で、まあ、ここまでで、何種類かの省略記法を、解説したので、だいぶ RDF は短くなりました。で、次にここで出てきた、その、言語タグを、ここで言語タグが出てきましたね。その、ジャパンだ、アットエンっていうのとか、日本、アットジャーというような、リテラルを修飾している要素が出てきましたけど、このリテラルの修飾に関してちょっと説明しますね。で、リテラルっていうのは、そもそもその IRY 以外の値は全部リテラルです。で、よく、具体的に何が出てくるかというと、文字列か、日付か、数値か、多分それぐらいだと思います。まあ、こういったものがリテラルです。で、リテラルは必ず目的語の位置だけに来ます。で、さらに、そのリテラルに、データ型と言われる、やっぱり URI があるんですけど、その URI を使って型を修飾することができます。で、文字列の場合は、それが何言語で書かれているかっていう言語のタグを修飾に使うことができます。で、例えば、この一番最初の例では、ジャパン、と、あ、いいよ。ジャパン RDFS ラベル、ジャパンと書いてありますけども、こんな風に、文字列は基本、引用符でくくってください。ダブルクォーテーションでくくってください。で、ダブルクォーテーションで、
こんなふうにくくられているとリテラルっていうことになって、かつ何も修飾されていないとこれは文字列でとして解釈されます。で、修飾するとすると、このハットハット山形を2つ書いて、で、就職用の、URL が次に来るんですけども、XSD っていう、データ型の、を定義した、オントロジーみたいなのがあるんですけども、この就職、文字列を、就職するとしたら、この XSD コロンストリングというものを使います。ただ、タートルの、ルールとして、何もつけずに、ダブルクォーテーションで文字列を書くと、この XSD ストリングという型を持っているというふうに解釈されます。だからこの2行は同じ意味を表しています。で、次にその言語タグの話ですけども、まあ、この見てお分かりのように、アットマークの次に、まあ、国のコードが定義されているんですけども、イングリッシュだったら EN。ジャパニーズやったら JA っていう言語ですね。言語のコードが指定されています。で、まあ、こんな風に、言語タグを指定することで、同じ、リソースに複数の言葉の、タグをつけることができます。だから、まあ、今作られている何か RDF データを多言語化したいときとかに、さらに、例えばこれフランス語のタグとかイタリア語のタグとかもつけていくことができます。で、リテラルの、修飾続きますけども、数値の場合に、数値の場合は、一つの書き方は、このやはりダブルクォーテーションで数字をくくって、で数値の型。この場合は、XSD デシマル、で十進数っていう修飾して、修飾してますけども、こう書くとこれは数値として解釈されます。文字列ではなくて数値として解釈されます。でもこの、だから、XSD コロンデシマルという修飾子を取ってしまって、クォーテーションにくくってあると、この12665983という、まあ、これは日本の人口のデータを DBpedia から取ったものですけども、この数字は文字列として解釈されるので、数字ではなくなります。でさらに、タートルの場合は、文字列を、一番簡単に書く方法は、このダブルクォーテーションにくくらず、数字を生でベタ書きすると、これは、数字として解釈されます。で、さらに、その、まあ、デシマル、XSD デシマルみたいなものは、この XSD っていう、語彙の中で定義されているデータ型で、他にも、まあ、まあ、推測できると思いますけど、整数のインテジャーとか、不動小数点のフロートとかダブルとか、そういう型があるんですけども、それ以外の、例えば DBpedia では、いろいろなそのデータ型を独自に定義してるんですけども、この DBpedia で定義されているこのスクエアキロメーター、平方キロメートルっていう、これは日本の面積を表しているデータですけども、こういう日本の、スクエアキロメーター、平方キロメートルっていう、独自に定義したような URI で修飾するということも可能になっています。で、次に、空白ノードっていう、新しい概念を説明します。で、ここで出ているのは、その DBpedia の中で、東京都の人口を、記述したデータなんですね。で、東京都の人口が、ある、いいのかな、2011年8月1日の時に、1300万人ぐらいだったんですかね。1318万人であったと。で、2014年12月では1339万人でしたと。で、こういったデータを、例えばその東京都から直接こう、ぶら下げてしまうと、お分かりのように、東京都の人口に2種類、の情報がぶら下がってしまうし、日付もぶら下がってしまって、2011年8月1日の時の人口がどっちだったのかわからなくなりますよね。で、例えばそういった時に、どうやって解決するかっていう解決方法の一つとして、こういう空白ノードっていうのを導入することで、区別がつけるようにします。で、空白ノードっていうのは URI を持たなくて、その
RDF の中だけで意味を持つ、ノードになるんですけども、その、まあ、何もないノードを一つ追加することで2011年8月1日の、人口は、1318万人だっていうことが、区別できるようになるわけですね。でその空白ノードを、タートルで書くときにどうするかということなんですけども、このように、鍵括弧で、表現します。で鍵括弧が始まると、あそこから空白ノードが始まるんだなということが分かって、その次にその空白ノードが、主語になるので、その空白ノードが主語となる RDF の述語目的語、述語目的語っていうのを書いていきます。で、その空白ノード、ある空白ノードの主語が終わるときには鍵括弧で閉じます。よろしいでしょうか。で、この場合は2つ空白ノードがあるので、その、カンマで区切って、次の、RDF が始まってますね。で、ま、例えば空白ノードを主語に持ってくることもできます。で、その場合は、その、下に書いたように、空白ノード、主語の位置に空白ノード、鍵括弧だけで空白ノードが、を記述することができます。で、この例だと、例えば空白ノードは、パーソンだとか、急いで作るといろいろスペルミスをしてますね。すいません。これは、フォアフという、語彙が、語彙集があるんですけども、まあ、ここで表しているのは、ある匿名の人間がいましたということを表しています。だから、RDF は、基本的にはその、URI で何か、ちゃんとネット上に、1位に示される何か、であるっていうのが前提なんですけども、そのいちいち名前を付けれない場合はありますよね、データで。例えば、わかりませんよ、そのコンビニのポスシステムとかで、お客さんが来て、で、まあレジ打ってて、その時に同時にまあコンビニの場合いろいろ、例えば年齢だとか、なんかそういう性別だとかを、入力してるそうですけども、その時に来るのは、そのお客さんは知らない匿名の人物ですよね。だから、まあ、それはもう情報がないので、まあ、とにかく誰か来ましたと。でもその誰かさんは男性でした。で、50代でした。みたいな感じで情報を記述することが、こういう方法を使うとできます。で、次に、ちょっと RDF のフォーマットとかの話とは違ってくるんですけども、RDF データを読んでいくときに、まあ、オントロジーを使うことになるんですけども、それは割と初心者の方には分かりにくいと思うので、そこの考え方をちょっと説明しますけども、基本的にはその集合、数学で集合ってありますけども、あれと同じです。で、いろんな集合を、まあ、自由に定義していいんですけども、例えば、まあ、プロテイン、まあ、バイオの世界だとプロテインとか、ジーンとかゲノムとかありますけども、そういった概念がありますよね。そういうのをオントロジーとして、やっぱり URI を持ってるんですけども、そういった中に具体的な、その、記述したい情報があるわけじゃないですか。例えば、プロテインだったら、このユニプロットっていうデータベースの中の具体的な何か、タンパク質のデータがあるし、パーソンだと、まあ、例えば、バラク・オバマとかっていう人がいるわけですよね。で、そういうふうに、その、集合があって、その中に、要素があると。で、これをその、RDF の世界では、オントロジーのクラスとインスタンスという関係で表現します。でどちらも URI で表現 しています。で、その関係を記述するのがさっきから出ている RDF タイプという語彙で、その、もしくはそのタートルの省略記号では A1 文字で書けるという話をしましたけども、ある集合があって、その集合は例えば、FOAF という語彙集のパーソン、もしくは、まあ、ユニプロットで定義しているプロテインというものですよと。で、これはさっき、バラク・オバマ言ってましたけど、こっちはデビッド・ボーイになってますけど、このデビッド・ボーイというのは、is a person。このユニプロット P63015 っていうのは、is a protein というふうに記述できます。で、このように、その、あらゆるネット、まあ、ウェブ上のリソースを何らかの型で定義していくと。っていうのが、RDF データにオントロジーを、使っていく
考え方ですね。でこうすることによってそれぞれのアドレスに対してコンピューターで処理できるような意味を定義することができるわけです。最初のさっきの解説で、出てきましたけど、基本的に LOD の考え方は、その文書のウェブをコンピューターで処理するというのが、狙いなわけですね。で、コンピューターにとっては、バラク・オバマって書いてあったときに、それがアメリカの大統領のことを意味しているのか、何かタンパク質の名前をバラク・オバマってつけたのかっていうのは、コンピューターはそれだけでは区別つかないわけですね、人間。人間はいろんな事前知識があるから区別できますけど。なので、そのコンピューターにも区別できるように、is a person、これ人間のことを表しますよとか、タンパクのことを表しますよとか、いうふうに書くことで、コンピューターによる処理が自動でできるようになるわけです。では例えば、ここで、デビッド・ボーイ is a protein って書いてあれば、コンピューターは、あ、デビッド・ボーイという名前のタンパク質があったんだなと。例えばなんか衛星の名前なんかは人の名前を付けたりすることありますけども、衛星とか新しい惑星なんかには。その時には、例えば、型として惑星というのを付けてやれば、コンピューターは同じ文字列が書いてあっても違うものだということが区別できるわけですよね。そのためにこういう技術、考え方を使って記述していってるわけです。で、一方でその RDF を作っていくときに、そのクラスがないよと。クラスがないけど、とりあえず RDF 書きたいっていうことあるわけですよね。で、まあ、それは別に許されていて、書いていいんです。だから、3つの URI があって、それを並べたらもう RDF です。で、その、なんか、パーソンでも、プロテインでも、型がないときには、書かれていなかったら、一応それは RDF リソースという、すべてのリソースを表すクラスが一応定義してあって、何も書いてなかったら、とにかくそれは RDF リソースなんだったなというふうに、扱われます。で、さらに、その、まあ、人間とかタンパクとか、なんとなくそのクラス、クラスと言われるものですね。主語とか目的語に来るものに、そういうなんか型があるっていうのはイメージしやすいんですけど、実は述語に来る部分も、ちゃんと型を持っていて、大きく分けて2種類の述語のタイプがあって、オブジェクトプロパティとデータタイププロパティというものに分かれます。で、目的語に、リテラルを取るのがデータタイププロパティという述語で、目的語に URI を取るものがオブジェクトプロパティというタイプの、述語になります。まあ別にこれはもともと、定義されているものなので、皆さんがこれ、オントロジーを書くときにこれを使うんですけども、一応そういう仕組みとしてはこういうふうになっているということはちょっと理解しておいてください。で、まあ、同じ解説を、もう一度しますけども、主語、述語、目的語っていう RDF があると、必ずそこには、オントロジーで、型が定義されています。皆さんが書いても書かなくても、まあ、あるということになっています。で、当然、それは、主語、あ、オントロジー、目的語、あ、オントロジーというふうに RDF で書けるので、この、一つの RDF を書いたら、そこには、主語が何かを定義した RDF と、もう一つ、目的語が何かという RDF と、ついでに言うと、述語が何かという RDF もあるので、全体としては4つの行があるというふうに理解してください。で、そんなふうに、RDF データで、そうですね、だから RDF データ、例えばこの場合だと、表に出てくる、皆さんが最初に書く、RDF は、ここで言うと、あるタンパクの、病気のアノテーションっていう RDF と、その病気のアノテーションがどういう病気かっていう、RDF と2つの RDF だと思うんですけども、さらにそこに、それぞれの、クラスを定義する、RDF があって、でも全部それは、三つ組で書けるというような形になっています。で、オントロジーという話を、なんか説明せずに今まで使ってましたが、しかもこれはあまり、説明すると結構難しい話になってくるので、深入りはしませんけども、例えば、さっき東京都はシティですとか言いましたよね。で、そういう、いわゆるさっき集合の、要素が
リソースだという話をしましたけども、その集合にいろいろ型を、いろんな集合が必要なわけですね、世の中には。データを記述するために。で、それもいろんな人がそういう集合を、定義する、したオントロジーというものを作っているんですけども、これは具体的には DBpedia の中で使われているオントロジーのごく一部を表示したもの、抜粋したものですけども、例えばこう、東京都がシティですよって言った時のシティは、がこの一番上に書いてますけども、シティは実はそのセトルメントの一部ですよと。でセトルメントの一部はポピュレーションプレイスの、海外念で、でポピュレーションプレイスはプレイスというより、抽象的な概念の海外念になっていて、で最終的に必ずシングという概念にたどり着きます。まあアウルという言語を使ったオントロジーっていうのは、まあ、こういうような構造をしていて、でこれがきちんとあらゆるリソースについていることでコンピューターは、いろんな推測ができるわけですね。さっき言ったみたいにこれが人物なのか町なのか惑星なのかっていうのはこういったいろんなオントロジーがちゃんとイズアでつけてあるから自動処理ができるということになります。で、これ実はそのさっきちょっとご質問にあった、ことと関係してくるかなと思うんですけども、RDF を今まで、まあ、RDF の主に、まあ、読み方これ入門講座などで読み方を話してましたけど、実は RDF を作るときに、いろいろ壁があります。でこれ一つよく、まあ、聞かれる話なので入れたんですけども、例えばタンパク間相互作用のデータがあったときに、大体普通初めて、RDF を書くとプロテイン A バインズプロテイン B みたいな関係で RDF を書くんですね。ところがその次に、その多分、バインド、結合するっていうところに何か情報を付け足したくなるんですね。例えば、その結合するといった情報は、どの論文から得た情報ですかとか、それがそのプロテイン A とプロテイン B は、どういう、例えば、乖離定数で結合していましたかとか、もうこれはいろいろ出てくると思うんですよね。そうすると、それをどこに書いたらいいのかと。プロテイン A を主語にして、書くのもなんか変だし、B を主語にするのも変だし。で、バインドを主語にはできませんよね。で、実はその、さっき、加藤さんがちょっと説明された中で、レイフィケーションという単語が出てきましたけど、この、プロテイン A、バインド B という RDF そのものに対して、説明を加えていく方法がありますけど、あります。ただ、僕はあんまりそれは、好きではないし、ちょっと割とうまくいかないと僕は思ってるんですけども、もう一つ解法があって、そのタンパク間相互作用というプロテインインタラクションというものに一つ、というクラスを作ってしまって、それの、インスタンスあるタンパク間相互作用というような、まあ、これは空白ノードでもいいですし、まあ、タンパク酸相互作用の、データベースだったらそこに、なんか ID をつけてもいいと思いますけども、とにかくそのタンパク酸相互作用、相互作用しているというそのプロセスに対して一つクラスを作って、クラスを作ってインスタンス化します。で、そこにその文献は何ですかとか、乖離定数は何ですかとか、関わっているタンパク質は何と何ですかとか、いう感じで情報をぶら下げていくことによって、自然に記述することができると思います。で、さっきその例えばクワッドを使って、そういう情報を加えていくというやり方ももちろんありうると思いますけども、今普通はなんとなくその名前空間を切るために使うことが多いような気が僕はしているので、おすすめは僕はこういうような、記述方法で、モデル化していくのがいいんじゃないかなと思っています。で確かにその空白濃度が増えすぎ、もしこれを空白濃度にするんだったら空白濃度が増えすぎる問題は出てくるんですけど、そこはまあ僕個人としては比較的許容してもいいのかなというふうに思っています。で、あと RDF を作るときに、初心者の方がその大体述語でまず困るんですね。大体先にデータベースなんか、特にバイオ系だとなんかデータベースは作っています。データベース作ってたらそのいろんな自分のデータにID が振ってあるし、URI もあるんですけども、それを RDF するときに大体述語がないよとかいうところで悩むんですね。で、
これは結構慣れてきてもいい、適切な述語を見つけてくるのは難しいし、適切な、集合のクラスを見つけてくるのも割と難しいんです。難しいです。で、ここに書いたのは、まあ、まずちょっと、ここを見てほしいというような、主要な、オントロジーと言われるその語彙集で、ここにいろんな述語が入っていますので、非常に一般的な述語はこの辺から見ていってもらえるといいかなと思います。あと、その個別の、生命科学系はたくさん語彙集があります。で、ここに出てきたのは、例えば本当にメタデータですね。誰が作ったデータですかとか、何月何日に作ったデータですかとか、それこそその、どういう論文から取りましたかとか、単位は何ですかとか、そういうかなりジェネラルな、語彙集なんですけども、バイオの世界はバイオの世界で、例えば病気のデータベースとか、それからなんか、タクソノミー、生物の階層関係のデータ、オントロジーですとか、その分野ごとにたくさん語彙集があります。で、そこに関しては、バイオポータルっていう、アメリカの、研究機関が作っているオントロジーのデータベースがあって、ここで、何かまあ、こんな語彙がないかなというキーワード検索をすると、あ、ごめんなさい、こっちが先だ。これがトップページなんですけども、そのバイオポータルっていうところで、キーワード検索すると、関連しそうな、オントロジーを見つけてきてくれます。で、ここはそこのバイオポータルでオントロジーの一覧を出したところなんですけども、今日現在で、658もそういうオントロジーが作られていますので、まあ、ここでかなりいろいろな、専門用語を見つけることができます。はい。私の最初のセクションは以上ですけども、何かご質問などありますでしょうか。